ニューヨークメッツ時代エドガルド、アントニオ・アルフォンゾは、ベネズエラのミランダ州、インデペンデンシア市サンタテレサデルトゥイ出身の元プロ野球選手。1991年2月19日、アマチュアフリーエージェントでニューヨークメッツと契約し、プロ入り。1995年4月26日にメジャーデビューを果たす。以後、メッツのレギュラーに定着した。 1999年は打率30427本108打点の好成績を残しシルバースラッガー賞を受賞した。なおこの年のメッツナイア人は非常に高い評価を受けスポーツイラストレーテッド氏の表紙も飾っている。2000年も打率32425本94打点の好成績を残し初のオールスターゲーム出場。 メッツのワールドシリーズ出場に貢献した。2002年10月28日にメッツを FA となり、12月16日にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ジャイアンツではレギュラー三流医師として活躍していたが、2005年は故障に苦しみ、またペドロフェリスの台頭などもあり、出場機会が減少した。2005年12月22日に、 スティーブ・フィンリッとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズン開幕後の5月21日にエンゼルスを解雇された。2006年5月25日にマイナー契約でトロントブルージェイズへ移籍。6月12日に解雇される。2006年7月15日に マイナー契約でフルスメッツへ移籍。2007年以降は独立リーグやメキシカンリーグでプレーするなど2006年を最後に MLB 参加で公式戦をプレーすることはなかった。2009年日本でのプレーを目指し読売ジャイアンツの入団テストを受験2月9日に年俸3500万円出来高の1年契約を結んだ。背番号は13。 3月1日の日本対巨人の WBC 強化、試合では、杉内俊也から、先制本塁打を放つ。開幕戦では二塁手で、スタメン出場するも二塁の守備範囲の狭さを露呈。その後は主に一塁を守る。しかし、打率は1割台前半と低迷しに軍落ち、最終的に打率。 146、日本類が4打点という成績に終わり、12月2日に対談が決定した。2010年、アメリカ独立リーグのニューアークベアーズと契約した。2012年12月2日、現役引退を表明した。2017年から2019年まで、ニューヨークメッツ参加 a 級のブルックリン、サイクロンズの監督を務めた。2020年1月、 メッツ野球伝道に選出された。ポジションは主にサードとセカンドで、他にショートファーストでのプレー経験がある。ニューヨークメッツ時代はチーム事情に合わせてサードとセカンドを行き来していた。マイナー時代に保守としてのプレー経験もある。巨人でチームメイトとなったアレックス・ラミレスとは幼馴染みであり、共にリトルリーグのベネズエラ代表にも選ばれている。 ラミレスは尊敬していたし憧れの人だったと語っている。巨人にテストを受けに来たのもラミレスからの紹介によるものが大きい。相性はフォンジーである。中日ドラゴンズの荒木正宏はアルフォンゾのメッツ時代からの大ファンで4月19日の試合前にはサインをもらいに行っている。2軍では中井大輔や大田康し示せの指導をする姿も見られた。 生涯の友メッツでの出会い、コータの人生7。日刊スポーツ。2021年4月10日閲覧。吉井正俊が振り返る日本シリーズ、楽天投手陣を支えた、固い守備と、積極走塁。日刊現代デジタル。2021年4月10日、閲覧。2006トーナメントロスターザオフィシャル、サイトオブワールドベースボールクラシック2016年3月3日、閲覧。 巨人でも、プレー、元メジャーリーガーが、現役引退。スポニチ・スパニッキー・アネックス、2012年12月10日、閲覧。EDS アップ、エドガード・アルファンツォ2、コーチクローンズ。ブルックリン・ペーパー、2021年4月10日閲覧。エドガード・アルファンツォィルノット・リターンアズ・ブルックリン、サイクローンズマネージャー。メッツ・マイナーズ・ネット、2021年4月10日閲覧。 アルファンツマットラック、ダーリングネームドツーメッツホーフ、mlb.com。2021年4月10日へズラン。東京スポーツ2009年4月28日紙面。ありがとうございます。